口一緒です。あれはい、どうも。本当に好き勝手やってますね。何を言うんですかね、それが本当に何を言うんだと思いますね。フライトンからね。そうなんですよ。でも嘘なんです。嘘なんです。わかるんです。あ、いいっすね。じゃあこの番組はどんなやつか、はい、ちょっと、はい、わかりました。参りましょう。はい、まあ、チェスターチャンネルでございますけども、この番組はですね、皆さんと一緒に PV を楽しもうと、いい、ね、我々がおすすめするミュージックビデオを楽しもうというね、あのチャンネルなんですけども、まあ、一つルールがございまして、新しくブラウザの横に新しくまた違うウィンドウを開いていただいて、そちらで YouTube 検索していただければ、こう我々が喋っている、なんかコメントしている動画と同時にミュージックビデオを見れるというね、なるほど、そういうシステムになっております。これだから結構経ちますけど、伝わってなかったら怖いですね。これ怖いんです。だからさ、何言ってんのこの人たち。そうそうそう、今わかりました。いや、だから丁寧に言わなきゃいけないじゃないですか。だから最初ですよね、本当は。はい、だから最初はなんかちゃんと概要欄に書いておくとか、そう、そういうのやっぱちゃんとした方がいいですよ。いや、びっくりするけど、もう今回でまあ多分30本目か29とかそこら辺なんですよ。いいですね。いいでしょ、すごいでしょ。すごいんですよ。皆さん多分そのお付き合いね、今回初めてかもしれないですけども、まあ、それぐらいやってきたんですけど、はい、最初の方の我々のね、はい、あのまあ、シャープ1とか2とか見ると、はいはい、まあ何も説明してない。どうしようかなと思ってると思います。だから、うん、それもリアルだと思う。それめちゃめちゃリアル、はい、だからそこら辺の手探り感、うん、これも楽しんで、そう、徐々にこうやって成長を見てますね。はい、はい、そのうち多分あの我々も自分でね、こう説明するのもなんだなっつって、うん、女子アナみたいなのさ、ロボットにね、いいっすね、南極南国のとこに行って、ペッパー君的な、ペッパー君的なの、あ、いいじゃないですか。その人にちょっと趣旨説明ね、してもらいたいよね、アンドロイドにね。だからやっぱりそのためにはやっぱり違う入れば、ね、どんどん豪華になってますね。いや、楽しみでございます ね、 ね、はい、わ、さあ今日はおアニーに参りましょう。 ありがとうございます。さあ曲名とアーティスト名発表お願いします。はい、じゃあ発表します、うん、今回はですね、ループでループ。おお、デジャブみたい。ループでループ、ループでループ、はい、はい、これ本当にね、羞恥心で羞恥心。あ、いいですね。はい、まあ、曲名とアーティスト名が一緒なパターンでございます。はい、はいはいはい、これもですね、うん、まあ前にちょっとやりました、うん、もう一発当てて使ってやってる人シリーズ。じゃあ今回2発目、うん、第2弾、うん、こっちでは2発目になるんですけど、はい、うん、あ、ややこしい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 、だからまあ、一発屋シリーズ第2弾となるので、はい、ごめん、そういうわけになったね。そうですね、初になっちゃうと、初になっちゃうね、いいと思います。でも、はい、わかりました。だから、そういう人なので、正直、情報少ないです。頑張りましたけど、まあ、そこがね、まあ、一発屋たるゆえんというか、はいはいはい、僕も楽しんでましたよ、当時は、はい、でもそんな深く知りたいとまでいかない。いや、思わないですよ、はい、それこの年になったから、そうです、あのアーティストってどういうアーティストだったっけっていうのが気になるわけで、しかもこういう番組をやるにあたって、はい、こう調べたりするじゃないですか。するするする、何も出てこないんですよ。テクノは泣かすね、そういうところ。この時代にですよ、インターネットで何でも検索できる時代に、うん、何も出てこない。じゃあどういうなんかそのユニット、DJ なの、それは。これはあのー、まあまあ少ないながら調べたりとか、いろいろ前の知識を集めて、うん、ちょっと説明させてもらいたいんですけど、うん、これはですね、この2人いるんですよ、2人量なんで、はいはい、この人たちね、まあ正確に言うと、うん、音楽の人っていうよりかは音楽プロデューサーなんですよ。ほう、だからそう、なんていうんですか、ミュージシャンっていうよりかは、うん、そのプロデューサーの方なんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、どっちかといったら裏なんだ。そうなんですよ。で、その2人が匿名で、うん、まあ別名義でちょっとやってみねみたいな、うん、まあ、まあ、若干遊び的な、でも、うん、これ俺たちはやったらいけんじゃないですか、よくあるじゃないですか、うん、はい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 、の人たち。だからループでループなんです。だからまああんまりまあ、そう、長く
考えてなかったです、できたから、はい、まあ、このユニットでこの曲でいいんじゃねそうなんです、はあ、ただ、うん、この曲聞いたことあると思います。 おそらくおなぜならアホほどかかってました。あ、そう。特にテレビ好きは絶対聞いたことあります。へ、なんかの時にかかる曲なんです。はあはあ、なんかあったら曲かかる、はあはあ、うん、なんかの、まあ、なんか楽しい出来事がある時の後ろにかかってる。じゃあ割とお気楽ソング。お気楽ソングです。ご陽気ソング。ご陽気ソング。うちなんか僕がすごく印象に残ってたのは、うん、スマスマかなんかのコーナーで決まりでかかってたような。ごめんなさい、全然違ったらごめんなさい。でもそれぐらいもうかかりまくってました、そのゴールデン番組のなんかとか、だから聞いたらおわって思う人はいると思います。年代でいうと何年ぐらいの曲なの？これも1995 90年代、はい、90年代で、だからちょっと今見たら、うん、ウィキで、うん、ちょっとあったんで、うん、そこ見ながらいいですか？どうぞどうぞ。ウィキペディア、はい、はい、これね94年か94年、オランダ。はい、オランダの人たちなんです。へぇ、まあ、そうなんですよ、このビッグバンドをちょっとこう、うん、ダンサブルというかにした感じなんです。なるほど、はい、だからちょっと楽しいです、パーティーチューン、うん、はい、で、コンセプトがなんかサーカス、うん、サーカスな感じっていうのが、うん、でもそれはよくわかります。へぇ、はい、っていう感じで、うん、まあだから情報がないんでね、もう聞いてもらうのが一番早いかなと。ミュージックビデオあんの？あります。ミュージックビデオも、はい、これあでも見たことないかな。僕は見たんですよ、だから結構印象残ってたんで、うん、もうよくわかんないみたいな。なんかでもご陽気です。よくわかんないの多いな。ご陽気なフレンチな、なんか楽しそうだねっていうような、ムーランルージュ的な、はい、あそんな感じです。なんかわかんない、はい、っていう感じなので、まあまあ見てもらえる、見てもらえるとかなんですよ、はい、じゃあ見どころポイントはですね、はい、なんだろうな、でも、うん、あこんな感じわかるわ、こんな感じね、曖昧、こんな感じわかるわ曖昧でどこが見どころなんですか？あ、私ももしこんな曲でなんかやれって言われたらこう作るかもねっていう。あ、なるほどなるほど。だからもうわかるんですよ、曲と映像がマッチしてるっていう。あ、いいね、うん、っていう感じです。わかりました、はい、ちょっと見てみましょう。わかりました。これもまあ、検索も、うん、DOOP DOOP で DOOP で、で、オフィシャルが出てくると思います。オフィシャルビデオで、ああ、これさ、ちょっとウィキペディア見たんだけど、はい、フォーマット7インチシングルあるんだね。はいはい、7インチあるんだ。そうですよ、面白。だからもうそれぐらい、もうだからちゃんとあのこうアタッチメントつけないと、そういうやつ、カセットもあります。カセットもあるんだ、はい、はい、売れたんだね、本当に。これ売れましたよ、本当に。あ、だからいろいろ、あ、いろいろ思い出してきました。だからじゃあ後でいいんじゃない？あ、後でいい。見ながら、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 じゃあ行きましょう。はい、ループで、ループで、うん、行きましょう。3、2、1、はい。めちゃめちゃ聞いたことあるよ。もう聞いたことあると思いますよ。冗談だろ。バカじゃねえの本当。だから僕一応テクの担当なんですけど、はい、テクノに入れていいのかなぐらいの。いや、ちょっとどうなんでしょうね。トミーさんの方でもいけるぐらいですよね。そうだよ、これは。そうなんですよ。でもスキャットマンジョンとかさ、そうそうそう、ミー&マイとかの感じだよ、これ。そうです、もうでも聞いてたんですよ、僕、本当に。本当、はい、うわ、このジャケ、そうそうです。あ、知ってる、はい、いや、ごめんなさい、ね、わーって盛り上がっちゃった。そうなんですよ、だから、まあ補足させてもらうと、本当に、でも食いついたのは早いんですよ、だからでしょうもんね、はい、そうだよね、ジャンルがそっちなのね。結構何年かして、本当にだから一般的にも広まったっていうところなので。なるほど、はい、なるほど、なるほど。そういう、あの、ミーハーじゃないぞっていうのは言っときたいです。あ、言っときたい。はい、なめんなと、なめんなよ、ああ、ちゃんとレコードで買ってんぞと、ああ、
ていうことを、まあ、ダサいですけどね。いやいや、そんなことない。でもこれぐらいの曲だったら、はい、その例えばほら兄はさ、はい、テクノの方の DJ じゃん、はい、で僕はロックの方の DJ だけど、はい、こういうねビッグビートであったりとか、はい、ちょっとパーティーチューンっていうのは、はい、どっちもいけると思う。あ、中間的な。そうですよね。そうそうそう、だから入門編じゃないですけど、うん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 、だからこれもリミックスがいっぱい出てるんですよ。だから本当にちょっとテクノ寄りのちょっとゴリッとしたやつもあるんですよ、ね、はい、だからもうオリジナルはこんな感じです。本当こうなんか楽しい。あ、なるほどね、はい、これさオランダってことだったじゃない、はい、なんか分かる気するよね。そうですね、だからオランダなのでやっぱテクノの街じゃないですかオランダって、うんうん、だからやっぱりでもどっちかというとまあテクノ寄りかなとは思うんですけど。だってスキャットマンの話したらさ、はい、関連動画のところにごめんなさいね、はい、スキャットマン出てきてる、出てきてるから間違いないよねこれね。スキャットマンも紹介しましょう。いやわけわかんなくてテクノって何って話が、うん、洋楽ってなってきましたね。洋楽 OK になったのって。そうそうそう、はい、いやだからこれね、だからそうなんですよ、まあまあさっき言ってましたけど本当普通に大ヒットしたんですよ。だからしただろうね、はい、これは。いやだから最初はあのダンスチャートとかで、オランダのダンスチャートとアメリカのダンスチャートで1位になったんですよ、うんうんうん、まあそこまでかなと思いきや、うん、もっといって普通にビルボードとかで入ったりとか、イギリスのシングルチャートも1位取った。あ、そうなの、はい、だから普通にもうドポップな感じで売れてるので、うん、まあだからでも売れますよね。売れるよ、はい、楽しげですもんね、うん、なんかすごくいろんなのに使える。いや分かるわ、ネタ感あるよね、はい、大ネタ感あるもん。だってこれをバッグに番組説明とか出せるじゃないですか。出せる出せる、はい、だから本当使い勝手がいいと思うんですよ。嫌悪感がないっていうか。確かに、はい、94年か、はい、ミュージックビデオいるこの曲に関して言えば。いや、まあ、それはそうなんですよ。まあ、曲出したから作るみたいな。ね、はい、はい、ああなるほど、はい、そうなんでございますよ。笑っちゃったよ、うん、もうだからすぐ分かった、はい、どうでしょう、あのネタ切れかよって思われるかもしれないですけどそういうことじゃないです。こんな大衆にやってきてる感じな。そういうことじゃないです。そういうことじゃないよね。こういうのもいいんじゃないっていう。そうそうそう、はい、そうそうそう、幅を見せたかった。もちろんもちろん、はい、ですね、また次からもうこの店は行く。もうゴリゴリのをどんどん持ってきます。テクノ神が、はい、よろしくお願いします。チェちゃんのテクノ神が、スキャットマンを持ってきたらごめんなさい。いやもう見た目は我々スキャットマンみたいな感じだからもうね、いいパッパッパッと言ってたらあ、もう終わりが近い。もう終わりが近い、はい、シャープ34ぐらいで終わるんじゃないかな。はい、はい、ななりますけど。なるほど、もう次回はまたテクノ、うん、お願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。